55万円。はい、こんにちは。今日はパサートのヘッドライトの話、別で動画上げてたと思うんですけれど、もうちょっとねだいぶ経っちゃって、でもう自己修理の間に車検があって、車検の問題でヘッドライトが引っかかってっていう話がありました。でちょっとねヘッドライトの話をします。でもうまずね先に言います、ヘッドライトの修理代55万円。もうねこれ55万円ですよこれ。ね、もう昔のねハルゲンの時代がね懐かしいよね。確かセリカのリトラクタイプ、流面系セリカ乗ってたんですけど、流面系セリカのリトラクタブルライトライトのライトはね高速走っててね石飛んできて、ね、割れちゃった時あるんですけどね、あの時ヘッドライト交換確か1万いくらじゃなかったっけな1万いくらだったと思うんですよね確かこれ55万円ですよ。どんだけヘッドライトって高くなったんだろうってね。で値段とか知らないけど、じゃあ LED ってもっとすっと高いのかな、どうなんですかね。まあもうねすごいよね、今時って言えるのがもうこの車もう十数年経った車だけどね、もうヘッドライトそんな高いのって、いや高いだろうことは知ってたし、まあ外車だから余計高いだろうも分かってたけど、まさかねヘッドライトだけで55万円。まあでもそんなこと言ってたらなんかニュースでね、なんか BMW が映ってて、ね、BMW なんか壊されたニュースがあって、でそれの修理代100万円とか言ってたけど、ヘッドライトで修理代100万円なんだってもうなんかおかしな世界ですよね。昔修理車の修理で100万円って言ったらなんかエンジンのオーバーホールとかねそういうことなんじゃないのってヘッドライトだけで100万円なんだとかって、まあ、で55万円ですよ。で、ね、まあ、なんで55万円も払ったんだよってね、まあ、いやもう自分もね正直ね車売ることも考えました、正直。だけどまあタイミング悪いですよね。自己修理で最初にね保険で自己修理事故で修理決定っていう時に売るんだったら多分結構な金額が出たんじゃないかなと。で この後ね売るのはありはありかもしれないですけどね、今だったら今この車今だったらね中古車が高く売れるからね、だったら売るのは逆にありかもしれないですけどね。まあ、でも、まあ、もうね、で55万円にさらに車検20万円で75万もかけたで、だってそのね短期にね75万円も1ヶ月の間で75万円を払ったわけですよ。なんでね、まあ、ちょっと今は全く売る気はないし、むしろ愛着もっと強くなっちゃったって状態で、なおかつ1年も会ってない恋人に会ったみたいなもんだって。ということでね、まあ、売るとかいう話はちょっと考えられないんですけれど、で何の話してたんだっけ、そうヘッドライトですよ。ヘッドライトね、で何が車検引っかかったかっていうと、あのプラスチックの部品みたいなんですけれど、レベライザーってね、まあ、ちょっと多分おそらくネジ状の部品だと思うんですけどね、ヘッドライトの後軸の高さ調整をするのが壊れちゃってたっていう話ですね。でこれね、まあ基本的にですよ、ディーラーに修理出して、でオートバックスとか修理屋さんで、この時にねもう実は十数店舗に連絡して話して、もう本当に話聞いてて、めげたんですけど、でもういろんな人はねアドバイスくれるのはいいんだけど、これ SNS の特徴でね、自分が信頼できるところは絶対信頼できるって思い込んでる人が圧倒的に多いんですよ。で挙句ねディーラーで直すなんてバカだって、
15万円も出してね、そうやってバカだったようなことをね言ってきたりとかね、もう散々ね心を痛んできた、何ヶ月半年以上を過ごしたところでですよ、そういったことでね、まあね親切心なんだろうけど結果的に抽象されるっていうねでも結果ねそれでもねだからめげまくってるんだけど、それでも十数店舗聞いたんですけど全部結局断られました。結局ディーラーの方がディーラーと同じかディーラーよりもっとかかりますよって話しかどこのショップも言わなかったです。でそのゴルフだったらその中古パーツでやってくれとかね、その海外もの、あの海外直輸もの直輸入ものとかでやってくれとか、もしくはねそのヘッドライト自体をね個別にね修理してやってくれるとかね、そういうところ全てに断られました。あんまり与えてもらえなかったんだけど、2、3日だったかな、2、3日か悩んで決断しましたよ。15万円はねさすがに、ね、しかもヘッドライトっていうところがね、ヘッドライトだけで55万円っていう想定がもともとなかったんでね、なんかねフォルクスワーゲンに乗ってると一番高いのは DSG 修理っていうところかなと、そこで、ね、大金が飛ぶっていうのがあるだろう想定はあったけど、まさかのヘッドライトで55万円っていうことでしたねいやーということです。で、まあ、ちょっとね当面これでまあね少なくとも10年近くは大丈夫なんだろうけれど、まあまあね、もうね、もういいね、人によって考え方違うから、ね、もういろんなこと言われるけどね、そんな車なんで乗ってんのとかね、いや言われますけどね。動画のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。